にタガネを当てて金槌で模様を打ち出していきます。タガネにはさまざまな種類の模様があります。タガネは飾り職人の命。泉さんは800本のタガネを持っています。余分な部分をハタガネで落とした後、ヤスリで磨きます。つなぎ合わせる部分を胴付けして組み立てます。経験を積み磨き上げられた職人の技、その年輪が作品を華麗なものへ仕立て上げます。漆塗りの作業が始まりました。最初に屋根の板と板のつなぎ目に木屎を詰めるため、あらかじめのみで深く掘ります。木屎は糊に木漆を混ぜたものに、木屎綿といわれる繊維の塵を集めたものと、木をノコで引いた引きくずを混ぜて作られます。木屎彫りした部分に木屎をヘラで書き込んでいきます。で、これを木屎貝と言います。さらにその上に麻布を挿入します。で、これにより板と板のつなぎ目の隙が埋められて丈夫な一枚板となるのです。数日後、木屎貝をした部分を石で研ぎます。糊の中に木漆を混ぜたもので、麻布を貼り付けます。布着せは痩せが現れるのを防ぐ役目をします。で、痩せとは
表面に凹凸が現れることで、木の年輪の柔らかい部分が乾燥によってへこんでくると木の痩せが現れます。麻布の上に生漆にトノコと呼ばれる粒子の細かい土を混ぜたものをすり込む感じで塗っていきます。でこれは麻布の痩せ、つまり乾燥した際の表面の凹凸を防ぐために行われます。陶器を作る焼き窯の一部を砕いた地の粉といわれるものと生漆を混ぜ合わせます。これは今地の粉をつけてるところなんですね。これはあの布が痩せこないように木痩せと布痩せを止めるために地の粉をつけてます。でこれを、要するに、2回乾いちゃつけ乾いちゃつけで2回やってですね、でその他にまたあの今度はもっと細かいトノコっていうものがありまして、でトノコを漆混ぜてやっぱり同じようにして乾いちゃつけ3回つけて計5回です。下地がそうすると万全に布のやすが止まり木のやすも止まります。下地が完成すると黒漆を塗っていきます。でこの作業は下塗り、中塗り、上塗りと繰り返されます。見かけは簡単そうに見える作業ですが、漆の扱いは容易ではありません。ちょっとした塗りのムラが大きく仕上がりに関わってくるのです。一度塗るごとに漆風呂で少なくとも1週間以上よく乾燥させます。乾燥したら炭で表面を平らに研ぎます。下地作りから完成まで塗っては乾燥させることを繰り返し、およそ5ヶ月かかります。上塗りが終わると油をつけ、鹿の角から作られる角粉で磨いて仕上げます。